ダメな飲食店と良い飲食店を分けるポイント。それはもちろん料理の味やサービスです。でももっと簡単に分かる方法があります。それはその店のカウンターを観察することです。店を作るときにカウンターも気合を入れて作ったはずです。しかしスタッフ側から見てカウンターは仮置き用のサブテーブルとして非常に便利です。スタッフの私物、伝票などの書類、雑誌などで埋め尽くされてしまうお店が多いですねそれ。カウンターを作る理由として常連客用の場所、あと一人で入りやすい環境づくり、比較的高単価な中 もんが入りやすいっていう理由だと思いますしかし結局はコモディティ化してしまいカウンターに一人で安っくる客が減ってしまいカウンターが使用されなくなりますそして最初に説明した通りにカウンターに物がいっぱい置かれる状態になりますそして数年後に廃業したりその店がおしゃれではないまあ安物売りのレストランに変わってしまいますという運命になりますまあその店のスタッフはもちろんスタッフのファンの人もカウンター周りが乱れていたら教えてあげるといいと思いますせっかく気に入った店ですからその店を潰さないように してください。以上です。